はい、で、ちょっと今、ちょっと歴史の話をこ,こういう流れがあって、つまり、えー、流れがあって、個人情報保護法制が成立しました。でもうちょっと言うと、もうちょっと言うとですね、この EU のあ、ごめんなさい、OECD ガイドラインが出てから、出てからしばらくしてから、えー、1995年に、 EU が個人情報保護指令っていうのを出しましまたこれはどういうことかこれはかなりインパクトがあったと思いますえ、つまりどういうことかというと,、えーっとまあ、この辺りはまあガイドラインまあなんかこうプライバシーの原則だからまあまあまあとか日本の場合はねあ,のあまり胃に返さなかったのかもしれないんですけど、えー、EU が個人データに関する 十分なレベルの保護が行われていない第三国への個人データの移動を禁じるっていうふうに言ってるわけですね。えー、つまり、えっと個人データに関する十分なレベルの保護が行われていない、日本は千九百九十五年当時そうだったわけですから個人データの移動が EU からできないというそういう事態になったわけですね。でこういうことがあって、えー、慌てて。 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律っていうのができましたと。はいで、これはあくまでも行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律であるということに注意してください。はい。でもちろん eu 指令は行政機関だけではなくて、民間レベルの対応も求めました。はい、ということがあってということがあったので。えー こっちは行政機関だけだったわけですけど民間も含めた形で個人情報の保護に関する法律が2005年の4月に、えー、僕らにもアプライされることになりました、はいはい、まあちょっとこういろいろ書いてあるわけですけど、えー、このはっきり書いてありますね。国および地方公共団体だけではなくて個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることによりと書いてあるわけですよね。 これもちょっと,えと見てくださいと個人情報の保護に関する法律と行政機関の保有する保護個人情報の保護に関する法律というのがあるわけですね。でであのえですねこれは日本の国の良くないところはこういうのが出るとああ、あれしてはあかんこれしてあかんとかいうふうになるわけですよね。でその 日本2005年というと僕がそうです、ね、まだあのネットワークとかサーバーの管理を東北大学でやっていたころで,で非常に大変だったんですよ、大学でじゃあ、この個人情報の保護法に違反しないようにするにはどうするかとかっていう話になるわけですつまり法律が出るとこうなんかこうあれしちゃいけない、これしちゃいけない違反しちゃいけないという話ばっかりになるわけですけど、えっと、僕らは、えー、この目的は忘れてはいけないですね、個人の権利、利益を保護することを目的な。 わけなんですけど、その前のこの条文が非常に重要で、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護することが目的なわけですね。つまり、えっ、ー、と、まあ先のあの何でしたっけ、ケントとマサミの話でもあったように、パーソナライズ、パーソナライズという形で個人情報が、えー、有用に使われるパターンもあるわけですよね。で、その有用性も あることを認めながら、えー、個人の権利利益を保護することを目的とするということなんですねでここでちょっと疑問にかん感じてほしいことがあるわけですけどあれプライバシー権はどこに行ったんやとはいその通りその通りですで えこの法律ができた時とかはプライバシーとか個人情報とかいろいろとなんかこうごちゃ混ぜになっていてあの今ずっと話をしてきたようにプライバシー権の考え方も変わってきたわけですよね。前はなんかこう私生活に立ち入るなんていう話だったわけですけどこの個人自己情報コントロール権というふうに徐々に変わってきたわけでこの法律の成り立っている時にはこのプライバシー権とは何なのかというのが明確ではなかったんですね。なのでこういういお茶を濁す といったこう法法学の人に怒られるんですけど、個人の権利利益を保護するっていう、えー、条文になってるわけです。まあまあ、ある意味これがプライバシー権の保護っていうところをはっきり言えなかったので、えー、個人の権利利益を保護するっていうことを目的とするというふうになってるわけです。えー、っとなので、えー、っとまあ、ちょっと考え方によってはなんかまた新しい権利ができたというふうに考え。 ることももでできなくもなくいわけですつまりプライバシー権を守るっていう話と個人の権利利益を守るっていうこの二重の網がかかってしまったっていう考えもできるわけですよね。はいまあ、ちょっっとと現状はそうななていいるる言わざるを得ないですで、えー、とこれはあの実際に、えー、法律のちょっとあのがどういうヒエラルキーになってるかっていうのをお見せしたわけですけど先にできたのはここです。えー、つまり 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律っていうのが一番先にできましたで2005年にできたのはこの赤いところですと、はい、あとはもうこの緑のところもできましたとで黄色いところはあの法律ではなくて地方公共団体の守らないといけないもの条例というものですね でこの,あの下の話ガイドラインっていうのは文科省とか経産省とか事業分野ごとにガイドラインがあるという話になります。でまあこれを見ただけでなえね複雑回帰やなっていうのが、えー、分かっていただけるんではないかと思います。はい、でもうちょっとこうじゃあ大学はどうなんですかっていう立場からすると、えっと、今この赤いところが赤いところがここです。 でこの青いところがここですと緑のところがここですと,ちょっと一応、一応はあ青あの色を合わわせているわけですね、はいえー、でもう一回言いますと,、えー、と大,学によっ大学という立場からすると私立大学は、えー、民間部門として、えー、個人情報保護に関する法律こ正式名称個人情報保護に関する法律を遵守する必要があるわけです。 で国立大学は独立行政法人と個人情報保護法を遵守する必要がありますし公立大学は個人情報保護条例、まあ、京都府とか京都市とかが出すものを守る必要がありますと。で でまあ、なんでこんなふうになってるかということなんですけどねさっきあの OECD ガイドラインの話をしましたねでこれはあ,の、まあ、ある意味その上に書いてるっていうのは外圧だと思っていただいてもいいわけです OECD ガイドラインとか EU 指令への対応をしないといけないところ日本でもいろいろ議論があってようやく2003年に、えー、個人行政機関個人情報保護法というのができました2003年の時には、えー、まだ大学は法人化していなかったので、えー、こっちに入ると考えられるわけです ですが、えー、2005年からこうなって国立大学がこっちになったという話ですね。なのである意味ちょっと付け足し付け足しで、えー、法律ができてきたというふうに考えていただければいいと思います。で例えばこれ経産省のガイドラインの一部を抜粋した。 もので、えー、計算書じゃない。厚生労働省だと医療機関はいちょっとまあ医学部の人この中にいるかどうか知らないですけど僕ら研究費申請するのはだいたいあの学診だとかと思ってるわけですけど医学部の人は、えー、厚生加研っていうのがあるんですよ、はい、まあまあいいですはいそれはどうでもいいですね、えー、厚生労働省とか文科省とかいろいろとガイドラインがあって、えー、まあこれこれだけたくさんあるものが、えー、ここになるという話ですね。 で経産省のガイドラインだけ抜粋してみると、えー、こう書いてあると医療情報とか経済部分とか消費者等本人に対する分かりやすい質問、いろいろ書いてあります、はい、文科省の話は後でしようと思っています。